じゃあな。ひどくないこれは。これはひどい。いや、水で回復できん。ひどーい。登録。はい、どうも皆さん、バグリーでございます。ということで、皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。まずこれ大事ですね。さあ、本日こちらやってきております。ちょっとまあ息抜き企画じゃないですけれども、ちょっと変なエンドラ RTA シリーズ、はい、まあ、今日はエンドラ RTA またここで行っていくんだけども、私が、ランダムなシード、でございます。うちのデータ作ってくれるチームの仲間がいて作っていただきました、ワールドでございます。ここはですね、10個のブロックを破壊すると、何でもいいです、ブロックを破壊するとですね、ワープします。そのワープなんですけど、 42% でオーバーワールド、 18% でネザー、40% でエンドへテレポートということで、まあ半分とはいかないにしてもですね、 40% の確率でエンドに飛んじゃうというすげえどうなのっていう場所でございます。なのでいきなりエンドラ行って終わるなんてことも、これ考えれるわけですね。ただ失敗すると沼る可能性はあります。エンドに行くとブロック10個潰すのすげえ時間かかるじゃん。なんかだからそこはちょっと考えてやっていかないといけないというところでございます。あえてネザーゲート作る必要もないと、まあ作っていってもいいんだけど、あえて作る必要もなかったりとかっていうことでございます。ただなんか要するにアイテムをどこで取ってくるか、村についたら何を取るとか、まあそういったところが重要になってくるんじゃないかということでね、まあとにかくワープの能力を見つけた私によるエンドラ RTA の始まりだ。さあ本日もやってまいりましょうと。それでは始めます。よーさあ、うわー、どうしようかな。10個もう悩んでる、もう悩んでる。まずはこれか。1 2 3、こういうことでしょ、こういうことでしょ。で一旦斧取るわけでしょ。怖ーい、どうしよう。待って、1 2 3 4、ゴーで、スルハシ、6、7、8、ちょっと失敗したかな。ちょっと失敗した気持ちにはなってるけれども、スルハシ作っててよかった。エンドナウでございます。いきなりエンドはやばいって。うー、助けて。なめんな。次はどこだ。わーお、ねネザー。うん、これワープした方がいいかもね。じゃあな。どこだ。もういいて、エンドの確率高いて、医師のツルハシ作らせて。忙しいほんまに。これやられたらどこにスポンするんだろう。じゃあな。おなんか知らんけど、ありがとうございます。こんなところで、でもね、私がね、うまく立ち回れるとはね、思えないよ。まあでもバージョン的に 1.17 なので。はあはあ、ええ、なんで怒らんないっつ。ああ、なるほど。違う。違う、現実に帰らせて。同じところに帰っててくれればいいんだけどな。エンドも ネザーも毎回場所が違う。あら、だんだん物資潤ってくるね。助けてー。おお、ずーっとエンドだ。こうやってブロック集めてくんだこれ。おーっと、来たー。おかえり。これはあんた、はい、おっつー。あ、潰しちゃった。バカ。ここの村、どこの村？私がさっきいた村？うまく村にテレポートしただけ。え、どういうこと、どっち？分かった。やるべきは、まず、飯を調達するための、クワ、ツル足も斧も大丈夫。これは、1個に判定されるのかな？考えないとダメだね。で、どっかに、あるだろう、作業台。作業台探せ。絶対ここのターンでパンをゲットしてやる。今何個削った？ 2 個。8俵削れる予定なんで、でっかくね。ちょっともう、村で迷うわ。村迷いするわ。
お腹空いてきた、助けて。ないよ。ない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 。これは大丈夫だよな。飯を蓄えたいと思います。ここの村に戻ってこれるかどうかっていうのは保証はないもんね。初めにスポーンした村じゃ情けだもんな。だってあら、ねえわ、やられたぜ。はい、1個消費します。でこうしてクワだね、クワを作りまして、飯今3つ潰してんのか。4、5、いや早い。待て、こんなねところでねプレイできるわけないじゃん今この状況で。うわあ、ブルートだ、ホーリーシー、どうも、ただいま。あ、はじめんとこだ。はい、1から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 。雑草もこれカウントされてるっていう計算でいいか。おそらくこの子たちも関係してて、ゴーレムも関係してるから。バカだな。ありがとう、いいポジションに来てくれたね。あ、4つ、どけー。あれ、まだ夜じゃないの、絶妙に夜じゃないのね。はいはいはい、バケツは絶対にいるだろう、どう考えたって。バケツ必須だな。どけー。エンド入り最短記録は間違いない、更新してるな。分からん。あれ、村から村へのテレポートになってない？本当によく分からん。あとやっぱ木が効率いいな。で10個の壁、冷静に行こう。今から何をするのかというと、これでまたゴーレムを狩るんですけれども、で鉄のツールをなるべくなら作っておきたいじゃん。ゴーレムはなんかすげえこうカウントが多そうな感じ。で、桑野さんで、うわ怖っ。おおおし、おーっと村だ。ナイス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 。あ、やっちゃった。めっちゃ鉄集まってきた。1、2、5個ぐらいは。3、4、5、いけんべね。ほいで原木を削るのが大事。もう1個木、もう1個木。あーん、エンドだ。せっかく集めたブロックがね、あのちょっとネザーでやられなきゃ、そろそろ1個ぐらいエンドクリスタル潰せられてたっぽいからね。雑草はカウントされてる、臭いね、やっぱり。変に雑草を削るというのはダメっぽい。あー、しゃしゃしゃ、らっしゃいらっしゃい。そんな世の中にそんなたくさん村があるんだね、これ。鉄もちゃんと、あ、またやってる、もう癖がやばいやばい。うわうわ、あぶねー、サンキュー。お、結構鉄が集まってきましたよ。次はね、つるはしと石をね、6つぐらい。1、2、3、4。おお、5、6。盾も作りたかったんだよな。そうそうそう、それもなんか未遂で終わっちゃったんだよ確か。まあでも、今は防御力を少し上げていきたいところだけど、ちょっと待って、鉄を有効的に使うなら確かにここでこうだな。うん、間違いないな。でちょっと置いといて、もう一回。はい、これで盾作れるでしょ。あれ、はあ、あれ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 、もう一個いるのか、やばーい。だよな。おおおお、
違う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 、それおかしい、それおかしい、それおかしいよ。ここはワープするべきだな。集めてエンド到着。いった。背の低いの潰そうかこれ。私は逃げる。じゃあな。ブロック大事。ほおほほほほ。嘘だろ。大して宝物なさそう。なるほど。これありがてえ気がする。これめっちゃありがたい気がしてきた。じゃあな。ひどくない？これは。これはひどい、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 ひどい。いや、水で回復できん、ひどーい。どこ、どこ、あ、やっぱ初期村に帰ってくんだな。あ、リセッツ、リセッツ。今20分経過、今からスタートだと思ってくれ。無慈悲だね、リアル無慈悲だった。どけ、俺のベッドだな。なんか寝た方がいいよね、でもな。なるほど、マグマにテレポートさせられるってすげえな。結構鬼畜よ。ガゼン燃えてきたわ。いきなりマグマに落とされることも考えてブロック集めていかないといけないってことだよな。うわ、くそ、なかなかに鬼畜。じゃあね、うばい。ああ、またここ帰ってきた。ベッド爆破は1個カウントになるのかな。じゃあね。おお、結構ブロック集まってきた。よしよしよし。ノー、やばい。あー、さよなら。命と生きがいじゃ。エンドのアイテムは復活する可能性あるよな。2個潰した、2個潰した。見えてる見えてる見えてる。だよな、だよな、だよな、村。お、ピラミッド。ほうほう、わかった。今さらだけど、これさまざまな建造物なんだ、ワープ先が。うわ、マジか。2、3、4、5、6、7、8。大丈夫、帰ってこれる。うわ、うわ、すごい。エンチャントされてるやつ。いや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 、これ嘘だろ。これはもうありえん確率で出てるぞ。これバケツ、水、木材。次のワープ地点へいざなってくれ。いざなえ。ランララララン。さっきマグマに使った時は要塞だったんだよな。これだからもう見つかんなければ、うわ、ワープしちゃっていいんだよ。ブロックもらいながら。だから、ブロックの数稼ぐため、やっぱ木材だな。エンド来た。なめんな。よし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 、まあまあ背が低くて。こいつらからパール取ればいいのか。どうなんだ。じっとしなさいよ。あー、くそ、水だったか。大丈夫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 。バカだね。あ、ねる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 。すや、エンドのアイテムがまだいっぱい散らかってるはずなんだよな。木材来た。アイテム回収。
おせー、だんだん溜まってくんだな。エンドにやっぱこうだんだん物資が溜まってくんだな。こうやって行って、次行って、よし来た。来いや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 、これも行けたね。どこだ。確かにこれうまくいきゃ早えな。今回いまいちだったけどね、記録は。おい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 、行くぞ行くぞ行くぞ。よーい、どつけどつけ。もう回復ないよね、ないはずだ。とあとは押し降りてくるのを待つばかり。これあれだな、攻略法が更新されてくね。黒曜石取ったらまずエンド行って、ここの先っちょに置くみたいな、ありだよな。すごいな。結構広がりを見せるぞこのルール、面白そう。多分わかんないですけど、村とか要するに生成物にワープしてってるような気がしましたね。でネザーに関しては別に生成物じゃないところにも行ってたんで、まあ限らずだろうけど、それに限らずって感じだろう。見えてないんだけど、量が消えるのなんとかなんないあれ。おいでおいで。今自分に当たったな、あれたまにあるんですよね、エンドラ自分にブレス当てちゃうあるある。またやってもいいかもね、他のメンバーと複数人でやってもいいかもね。もうちょい。ああ、降りてきた降りてきた。年の瀬に面白いルールを発見しましたね。5分ぐらい？はい、ということで45分でのクリアができました。ご覧いただいたようにですね、すーげー運要素に満ち満ちたですね。どこにスポーンするかもわからんし、ちょうどよくね、いい絵が撮れた。マグマの真上にスポーンすることがあるという、ああいう地獄要素もあるんで、もう一概にすぐにエンド行ったからってクリアできるとは限らない。だから冒頭でもう目もくれず村でバケツを作るじゃん、水で水汲むじゃん、もうエンド行っちゃっていいんだよね。だともうエンド行っちゃえば水でバケツで登って潰して、でやられたらまたちょっと復活してみたいなのを繰り返していけば割と早く終わるかもしれないなっていうところで、こちらのやつは概要欄の方にまたリンク貼っておきますね。もともとあったデータパックを改造したものでございます。はい、詳しくはまた概要欄ご覧いただければということで、楽しいちょっと変わったエントラ RTA でございました。ほな。